セリーグ巨人広島2024年6月30日東京 D。巨人の若林学と外野手26が30日の広島戦東京 D で6番左翼に入り西武から移籍後初の先発出場。初回の第一打席で貴重な追加点となる左前的地打を放ち移籍後初安打初打点をマークした。 初回に4番、岡本和の中前的時打で1点先制し、なおも2一1三塁とチャンスが続いた場面で第1打席へ。相手先発左腕、玉村がカウントに月2日から投じた5玉目、内角低めスライダーを左前敵時打とし、3走岡本和をチーム2点目のホームへと迎え入れた。今月24日に松原聖也外野手、29、 との交換トレードで巨人に移籍。松原の移籍後初安打は通算10打席目だったが、若林は移籍後、通算3打席目での初安打初打点となった。一塁ベースに到達すると、チーム内で流行している、ワイワイポーズ、も披露。記念球は巨人ベンチに戻って大事に保管された。なお、若林は4回。 先頭打者として入った第二打席では中堅フェンスを直撃する大きな当たり。俊足を飛ばして一気に三塁まで進み、三塁打もマークした。これが移籍後、初の長打。巨人は無視三塁と追加点のチャンスを迎えたが、小林太との後、角脇のスクイズが閉殺となり、この回の玉村はわずか三玉で終わった。 下向き黒三角若林なんとか後ろにつなぎたいと思っていきました。追加点につながり良かったです。